皆さん、こんにちは。今日は大谷翔平選手に関する最新のニュースを詳しくお伝えします。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。まずはじめに大谷選手のファッションについて話したいと思います。先日ドジャースの公式 X アカウントが更新され、大谷選手のオフショットが公開されました。写真では大谷選手がキャップを後ろにかぶり、自身がブランドアンバサダーを務めるボスのベースボールジャケットをまとったクールなコーディネートを披露しています。このジャケットの価格はなんと39万500円だそうです。高級ブランドのアンバサダーを務める大谷選手ならではのハイエンドなファッションですね。また大谷選手はカメラに対してお茶目に顔を隠す姿も見せており、そのキュートな一面にファンからはテレ谷さん、コーディネート完璧などのコメントが寄せられています。普段は真剣な表情で試合に臨む大谷選手ですが、こうしたオフショットからは茶目っ気たっぷりの素顔が垣間見えます。次に大谷選手の社会貢献活動について詳しく見ていきましょう。大谷選手は4月25日、大きな夢を見ようプロジェクトを開始すると発表しました。このプロジェクトは大谷選手が睡眠コンディショニングサポート契約を結ぶ寝具メーカー西川との共同企画で、西川の公式 YouTube を通じて全国の子どもたちへ約2500枚のマットレスを無償提供するというものです。動画の中で大谷選手は自身が小さい頃から睡眠を大切にしてきたことを語り、ぜひ皆さんにもこのエアーで良い睡眠をとってもらい、一緒に大きな夢を見てもらいたいなと思っていますと子どもたちへのメッセージを送りました。大谷選手は昨年11月にも日本全国の各小学校へ約6万個の野球グローブを寄贈するなど、子どもたちへの支援を続けています。さらに今年1月に発生した能登半島地震の被災地支援としては、ドジャースと共同で100万ドル億もの寄付を行っています。このような社会貢献活動を精力的に続ける大谷選手に対し、インターネット上ではなんて人なの、いい人すぎます、野球も一流でお金の使い方も一流、日本人として誇りに思うなど称賛の声が相次いでいます。スーパースターとしての活躍だけでなく、社会への貢献を忘れない大谷選手の姿勢は多くの人々に感銘を与えているようです。続いて大谷選手の通訳についての話題に移りたいと思います。4月24日のナショナルズ戦の試合前、大谷選手は報道陣からの取材に応じました。その際大谷選手は時折頬を緩ませながら冗談を言うなど、いつになくオープンな姿勢を見せたそうです。実は大谷選手の元通訳である水原一平容疑者が銀行詐欺容疑で訴追されたことを受け、水原容疑者がいなくなったことで大谷選手がオープンになったのではないかという見方があるのです。取材に同席したある選手は、一平がいなくなってコミュニケーションが取りやすくなったと証言しています。新しい通訳のウィル・アイアトンさんは大谷選手の専属ではなく、大谷選手自身もスタッフとの直接のコミュニケーションを増やしているとのこと。報道陣との対応も増え、笑いを取る場面もよく見られるようになったそうです。周囲とのコミュニケーションがスムーズになったことで、大谷選手の人柄がより一層引き出されているのかもしれません。次に取り上げるのは大谷選手のハワイの不動産購入に関する話題です。大谷選手がハワイの不動産を購入していたことが注目を集めていますが、一部のファンからは大谷翔平のイメージと違ってショック、心配といった声も上がっているそうです。大谷選手は過去にある暗号資産交換所の広告塔となっていましたが、その交換所が2022年に破綻し、投資家から集団提訴されるという事態に発展しました。元プレジデント編集長で作家の小倉健一氏は、ハワイが物価の高い土地であることを指摘し、その理由としてハワイが島であるがゆえの輸送コストの高さなどを挙げています。大谷選手の広告塔としての活動については慎重に見極める必要がありそうです。さてここからは往年の大打者ピート・ローズ氏の発言について掘り下げていきます。ローズ氏は最近大谷選手の元通訳水原一平容疑者の違法賭博スキャンダルを皮肉るメッセージを残しました。具体的にはサインボールに
野球にかけてごめん、大谷もごめんと悔やんでいる。俺にも通訳がいればよかったな、などと書き記したのです。これに対し MLB アナリストのオインドリラ・チョードリー氏は、大谷選手の潔白が証明されていることを強調し、ローズ氏の軽薄な言動を一蹴しました。またスペイン紙マルカのアメリカ版もローズ氏の言動に疑問を呈しています。ローズ氏はかつて野球賭博への関与が発覚し、レッズの監督を解任された上、野球殿堂入りも阻まれるなどの処分を受けた過去があります。そのローズ氏がスキャンダルとは無関係の大谷選手をおちょくる言動には品性を疑わざるを得ません。ローズ氏にはそもそも日本球界に対する偏見もあるようです。イチロー氏が日米通算安打記録を更新した際にも、日本の記録とメジャーを足すことに意味があるのか、高校時代の安打も加えることと同じだなどとリスペクトを欠く発言を繰り返していました。こうした言動の数々からは、野球界のレジェンドとはいえ、ローズ氏の人格的な欠落が透けて見えるようです。最後にドジャースと日本企業のパートナーシップについて詳しく見ていきましょう。ドジャースは最近日本の企業と次々と提携を結んでいます。つい先日の4月25日には、配管システム全般の販売を営む専門商社日本管財センターと複数年のパートナーシップ契約を結んだと発表されました。本拠地ドジャースタジアムやアリゾナ州グレンデールのキャンプ地で同社の広告が掲出されることになるそうです。ドジャースはすでに穴や東洋タイヤ、講和、ダイソーを展開するダイソー産業などとも契約を締結しており、日本企業との関係を急速に深めています。地元紙ロサンゼルスタイムズの記者は、シーズンがスタートしてからドジャースはおおよそ週に1回のペースで日本企業とのスポンサー契約を発表していると指摘し、その背景には大谷選手や山本由伸投手の加入があると見ています。ファンからは、大谷効果ですな、円安だからかなり高額になるだろうけど、それだけ効果が見込めるのね、日本企業の名前が海外で広がる良い機会ですね、などこの動きを歓迎する声が上がっています。大谷選手との10年総額約1090億円、山本投手との12年総額約506億円という巨額契約を結んだドジャースにとって、日本企業からのスポンサー収入はその投資を回収する上でも重要なファクターとなりそうです。ここで大谷選手の驚愕的な一撃をご紹介しましょう。4月23日のナショナルズ戦、大谷選手は9回に右腕バーンズの変化球を捉え、右翼2階席に飛び込む6号ソロホームランを放ちました。なんとその打球速度は時速 118.7 マイル、飛距離は450フィートという規格外の一撃だったのです。この記録は今季メジャー最速であるだけでなく、2015年のスタッドキャスト導入以降のドジャース史上最速の弾丸ライナーだったそうです。インパクトからあっという間にスタンドに突き刺さるその打球に、中継カメラが捉えたドジャースナインの反応は、スタンドで大喜びするファンとは対照的に信じられないといった様子でボールを見つめ、ドン引きしているようにも見えました。本塁に生還した大谷選手を味方ナインが呆れ笑いのような表情で出迎える一幕もありました。チームメイトですら驚愕させるその打撃力は、一体どこまで進化していくのでしょうか。大谷選手のさらなる活躍から目が離せません。以上、大谷翔平選手に関する最新のニュースをお伝えしました。ファッションにおける高級志向、社会貢献活動への積極的な取り組み、通訳不在によるコミュニケーションの変化、ハワイ不動産購入に対する疑問の声、往年の大打者による出現、日本企業とのパートナーシップの進展、驚愕の一撃など、多岐にわたるトピックを詳しく解説してまいりました。大谷選手は球場内外で常に注目を集める存在であり続けています。今後も彼の動向から目が離せませんね。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。